典型的な CVS ファーマシーの店舗 CVS ファーマシーはアメリカ合衆国の薬局コンビニエンスストアチェーンである CVS はアメリカ最大の薬局チェーンの一つで全国に9800店以上を展開している CVS ケアマークの小売薬局部門として CVS ファーマシーロングスドラッグスといった小売店及び CVS.com による オンライン販売を通じ、処方薬のほか美容用品、化粧品、写真現像、季節商品、グリーティングカード、食料品といった一般商品を販売している。また、ミネットクリニック、ダイアビーティーズケアセンターズを通じて、健康管理サービスも提供している。これらの診療所のほとんどは CVS 店舗内にある、1963年に、 マサチューセッツ州ロウエルで創業。メルビルカンパニーが1996年に CVS コーポレーションと名前を変えるまでその子会社であった。2007年薬剤給付管理事業大手のケアマーク社との経営統合に伴い CVS ファーマシーは新会社 CVS ケアマークの保有となり、その後2014年に同社が CVS ヘルスと改名し、 CVS ヘルスの参加として、現在に至っている。ロードアイランド州ウーンソケットに本社を置く。名前は、コンシューマーバリューストアズを表すとされてきたが、CEO のトーマス・ライアンは、今は、カスタマー、バリュー、サービス、と考えている、と語っている。アメリカ北東部の地域チェーン時代には、CVS の多くの店舗には、薬局がなかった。薬局を持つ店舗が、 cvs, ファーマシーと呼ばれるのに対し、これらの店舗はターンに cvs と呼ばれた。いくつかの地域では、店名に、ファーマシーが含まれる場合、薬局の設置が必須となっており、今日では、薬局なしでは新店舗を開設していない。ニューイングランド地域、ニューヨーク州、ワシントン DC、そしていくつかのショッピングモールに残る旧来の、コンビニエンスストア型店舗は徐々に廃止している。 ありがとうございます。